この間駅前を歩いていた時の話だ。おいお前、せっかく親がくれた髪の毛何染めてんだ。親の気持ちを考えたことあるのか。おっさんって若い女子に説教するの好きだよな。だから親にもらった大事な髪の毛染めるんじゃないよ。さっきと同じこと言ってんじゃねえか。仕方ねえ、助けてやるか。そう思って声をかけようとしたら、わかんないんだけど。なーに？じゃあおじさんは親にもらった大事な髪の毛どこやったのよ。染めるよりなくす方が後戻りできないんだし、罪深いんじゃないの？どうなのよ。私だって好きでなくしたわけじゃ。おっさん涙目、ギャルつー。